さあ始まりました鉄トークの時間です。この番組は鉄道が大好きな人をゲストに迎えて自身の鉄道趣味について熱く語ってもらう番組です。本日 MC を担当いたします、阿久津すぐるです。斉藤周平です。よろしくお願いします。さあ本日もゲストの方がいらしております。紹介いたしましょう。本日のゲストはこの方です。はい、新潟大学人文学部2年木村佐穂です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ私がお聞きした情報によりますと、なんと今回新潟大学の鉄道研究部の新しい部長さんになられたということで、はい、そしてなんと大学の部活の、まあ、鉄道研究部さんで史上初の女性部長ということをお聞きしたんですけれども、はい、どうやらそうみたいで、まあせっかく女子が、まあ、部長に初めてなったということなので、まあ、新潟大学部員が30名少々いますが、まあ、その中で女子が6名という大変女子が多いという特徴を持った部活なので、まあ、これからもぜひ女子部員に力を入れていけたらなと思っています。はい、はい。期待しておりますので、はい、ぜひ頑張ってください。ありがとうございます。さあ、ということで、メインのコーナー、鉄トークに移りたいと思います。このコーナーは、自身の鉄道趣味について熱く語ってもらうコーナーです。さあ本日のテーマはどういったテーマになっているのでしょうか。さあ発表していただきましょう。本日のテーマは敗戦跡です。敗戦跡ですか。はい、負けちゃったのかな。実はそうなんですよ。次は勝てるよ、頑張って。そっちの敗戦じゃないでしょ。うん、ね、あ、ちょっと敗戦ね。さあ気を取り直して、メインのコーナーに参りたいと思います。さあ敗戦というのはまあ、以前働いていた路線が残念ながら営業をやめてしまった路線ということでよろしいでしょうかね。はい、そうですね。新潟県内にもいくつか廃線になってしまった路線というものがありまして、まあ、例えばご存知ですか。ああ、白山とあの燕の方を結んでいた新潟鉄道、新潟交通、ね、通称かぼちゃ電車って言われてましたね。あとは五線と鴨の方を結んでいた神原鉄道とかありましたよね。はい、私自身も、あの、神原鉄道の方は、あの、村松五線間で4キロ少々に営業が短くなってしまった後の廃線跡ならば歩いたことがあるんですけれども。行かれたことあるんですか。はい。まあ、往復8キロ頑張って歩いてまいりました。戻ってきたんですね。はい。まあ、その時もですね、やっぱりこう、結構廃線になったのが新しいもので、まあ、やっぱり、わだちの跡とかが結構しっかり残っていたので、あ、うん、まあ、あ、ここ走っていたんだなぁなんていうのが、もう。まあ、つい10年ほど前までも走ってましたもんね。さあ、いろいろ、廃線は、まあ、全国各地にありますけれども、はい、本日はどの路線を紹介してくださるんでしょうか。はい、ちょっと遠いんですけれども、はい、兵庫県。兵庫県。兵庫県。だいぶ遠くなりましたね。そうなんです、ちょっと、まあ。で、兵庫県のあの、福知山線ってご存知ですかね。はい。あそこの笹山口っていう駅から、あの、昔、国鉄笹山線っていう電車が走っておりまして、まあ、その話をしようかなと。はい。まあ、ちょっと、なんで兵庫県行っちゃったのか。そうですね。いろいろ、まあ、あるんですけれども、まあ、そこは置いといて。いやいやいや、ちょっと。え？いや、なんで兵庫行ったんですか。兵庫、いや実はですね、兵庫に友人がおりまして、はいはい、まあ、ある時遊びに行きますって言ったんですけれども、はい、急に都合が悪くなって、明日にしてくれ、明日会おうって言われたんですよ。まあ、一日空くじゃないですか。まあ、せっかく兵庫来た。せっかく兵庫来たんだったら、廃線跡行こうみたいな。いやいやいや、せっかく来たらね、神戸行って買い物とかね、ちょっと遊べばね、大阪行ったら美味しいものたくさんありますよ。おしゃれな街ですよね、神戸。一日あったらね、いろんなとこ行けますよ。確かにそうなんですけれども、まあ、せっかくね、こう、廃線跡ってね、やっぱりご当地ものですから、まあそこにしかない小さな発見がいっぱいあるんです。はい。昔、あの、戦時中ですね、一応。はい、1944年に、まあ、笹山線というものができまして、まあ、あの、最初の頃は鉄とかそういう、なんだろう、戦争に必要なものを、ね、はい、運んでいた路線なんですけれども、途中から、まあ、普通に住民も乗る旅客鉄道となりまして、まあ、いろいろというか、まあ、採算が取れなかったんでしょうね。1972年に廃線ということになったんですけれども、はい、まあ、そこ
が笹山から福住までの、笹山口から福住までの17.6キロを歩いてまいりました。17キロあるんですか。はい。いや、さっきのね、蒲原鉄道の4キロもおおってなってたけど、17キロ。はい。しかもね、平坦な道のりではないわけですよ。ないですね。結構な山岳地帯なので。山岳地帯。パワフルな。パワフルに。はい。それはまあ1日かかりますね、はい、片道をバスで行って、まあ帰り道に、まあ、配線の跡をたどりながら歩くという感じで行ったんですけれども、はい。こちらが、まあ、福住終着駅ですね。あ、駅名表ですね。はい、まあ、駅跡っていう、まあ、石碑があるように、はいはい、まあ、なんか昔はちゃんと駅名表だったらしいんですけれども、はい、どうやら、あれ木でできているので、まあ、朽ちちゃったみたいで、はい、まあ、石で石碑として作り直したという。あ、あれ、石なんですか？石なんです。ちょっとわかりにくいんですけど、iPhone クオリティですね。はい。で、次の写真が、まあ、同じ福住の農協の倉庫なんですけれども。ああ、そのまま、はい。有効活用して、はい。よく見るとなんかホームっぽいみたいな。ちょっと暗いんですけど、ね。ああ、確かに。よく見るとホームっぽい。ホームがあって、上に、まあ、屋根があって、うん、まあ、ね、そこに電車が乗り入れして、ついていたんじゃないかなという面影が見える倉庫と。ちょっと不自然ですもんね、なんとなく。配線跡っていうのは、なかなかこう、もうすでに走っていないものですから、うん、まあ、必死に探していくアドベンチャー的要素があるんじゃないかなと、個人的には思っているんで。ね、はい、では次のお写真が、はい、これ。これは道路ですね。普通の道路ですね。ただの道路です。ね、どう見てもただの道路なんですが、はい、これ、ちょっとおかしなところが一点ありませんか？やけに広い。あ、広い。そう。言われてみれば広いですね。歩道なのに広いんですよね、これ。左の道路とも同じぐらい。そう。そうなんです、ね。ちょっと間違えたのかな、はい、実はこれ、もう配線跡なんですけれども。あ、これも配線跡なんですか？あ、そこに線路があったんですね。はい、昔ここに線路が走っていたっていう。もう、でもこれも一見すると、ただの、もう、あ、歩道広い道路だな、みたいな、うんうん。自転車走りやすいかな、とか。走りやすい。まあ、そんなぐらいしかもう、抱かないとは思うんですけれども、うんうん、実は、っていうふうに、やっぱり、勘ぐって、行ったりとかして、まあ、なかなか何も知らずに歩いていたらわからないかなと。まあ、道路だな、っていう。むしろ、広いかどうかもちょっと微妙な。そうですね。で、同じような感じ、信濃川、新潟ありますよね。はいはいはい、まあ、あそこも、実は、自転車の、サイクリングロードみたいな、あと、ランニングしてる方とかがいっぱいいますね。はい、安らぎ店。青山から、はい、そうですよね。安らぎ店のあたり、確かに、はい。新潟交通線ですか、はい、すいません。が走っていて、そこの跡地もあったりするんですね。少しなんですけれども。まあ、そういう感じで、まあ、ちっちゃいところに街中に配線跡が溶け込んでるっていう。では、次のお写真。これは、まあ、別に駅のなんとかとかいうわけでもないんですけれども、はい、石碑ですね、記念碑として、あ、駅があった場所ってことでしょうかね、はい、で、まあちょっとわかりにくいんですけど、駅名の裏に、まあ、笹山線廃止っていうふうに書いてありまして、はい、ああ、面白い看板ですね、はい、で、まあじっくりこれなんかも読んでみると、まあ昔ここに駅があって、はい、まあ廃線になってしまったけれども、住民の方々が寄付をして残して、あ、昔あったんだよっていうのを残してこうっていうのが。あ、じゃあこういう石碑とか全部こう寄付とかで作ったんですね。そうらしいですね。まあこれ見渡す限り田んぼみたいなところにあるんですけれども、あ、そうなんですか。実は。なんですけれども、まあそういうと中にポツンと、まあ、一応あって、まあ後世に伝えてくれているんだなというのがわかるんですね。はい。では次が、次これ分かりやすいんじゃないですかね、比較的。あ、まあ、なんとなく、うん、あれだろうなって。あれだろうなって。あれですか。はい、あれです、ね。あれですね。あれです。あれってなんやねんっていう。これ上に電車が通ってたんですか、この。そうです。まあ、これの上を、まあ、電車が通っていたんじゃないかなという。あ、まあ、本当はもうちょっと近くに寄って撮りたかったんですけど、遠くからだったんですけれども、まあ写真を撮って。まあこれは本当に分かりやすい方、はいはい、で、まあ次の写真見てもらうと分かりやすいんですけれども、はい、ただの道です。そうですね。分かりやすいですか？分かりやすいです。非常に分かりやすいです。あ、まあ、これも例によっての線路っていう。はい、あ、普通に見たらもうただの道ですよね。伏線ぐらいありそうな感じ。そうですね。もうなんか、これ普通に、うん、道だなっていう、もうそれだけだと思うんですけれども、うん、まあこれも本当に地図と照らし合わせて見ているものなので、まあわかるっていう感じなんですけれども、まあ
はい。こちらに行くときも、もうなんか2時間ぐらい iPhone の充電が2回ぐらいなくなるんじゃないかっていうぐらい、まあ入念に調べて行ったんですよ。まあでもこうして線路がね、道路として今も使われてるんだったら、本物じゃないですかね。はい、そうですね。実は平成13年かな ?12 年かなんか結構新しい頃までは、すごくしっかり道が残っていて、バラストとかもずっと敷き詰められていたらしいんですけれども、近年よくあるバイパス工事というやつがありまして、はい、道路が、新しい道路がせっかくね、広い土地があるんだったら、ということで、まあ、太いバイパスができてしまって、あとはほとんど潰れてしまったんですよね。なのでまあ、せっかく、まあ、新潟にもね、こういうふうにあって、まあ、今も道路などとして、転用は、ね、はい、されているんですけれども、まあ、まあ、話は少々変わりますが、はい、新潟交通電車線で、まあ、月形駅ってご存知ですか？あ、はいはいはい。結構、はい、かぼちゃ電車保存会っていうのは。そうですね。そうですね。最終的に終着駅でしたね。はい、そうですね。最初は白山から燕までが走っていたんですけれども、うん、最初に白山から東関屋が廃止されまして、その後、月形から燕も廃止になってしまったので、最終的には東関屋から東関屋から月形までが走っていたので、終着駅ですね、うん。そうでしたね。はい。あちらの方で、今も、以前もしかしたらどなたかがおっしゃったかもしれないですけど。はい、以前ゲストの方で、はい。同じように月形駅の保存活動ですね、はい、お話ししてくださった方いらっしゃいましたけど、はい、まあ、そんな感じであちらは電車がちゃんと残っているんですね。その脇をサイクリングロードなのかな、あれも川沿いの脇をで歩く遊歩道みたいな感じ で、 そうです、ね、確かあの辺は中野口川でしたね。はい、そうですね。川沿いに線路がもともとあったんでしたよね。はい、はい、そうなんです。なのでまあそのまあありまして、まあ、なんだろう、ただの遊歩道かなっていうのではなくて、実はあそこも整備された元廃線跡というものとかがありまして、まあそうですね。あとは、そうですね。神原鉄道も、はい、先ほど歩きましたよなんて話をしたんですが、まあ、4キロ先の村松駅っていうところには、はいはい、まあ、ちっちゃい記念館というか、まあ、昔本当にあったんだよみたいな感じで、まあ、後世に本当に伝える、はい、先ほど石碑なんかをもお見せしましたけれども、それよりももっとしっかりした建物として残ってたりもするので、ぜひお暇な人は、バスがちゃんとありますので、はい、バスで行きましょう。はい、歩いてましょう。でも歩いていくのもね、探す楽しみとかありますしね。うんうん、そうですね。やっぱり歩くことによって見つかるっていうのもいろいろあるので、はい、意外と我々の身の回りにもあるかもしれないですよね。はい、ということで残念ながらお時間の方が近づいてきてしまいました。はい、今日は面白い話をありがとうございます。本当にもうすごいマニアなので一体どうしようと思ったんですけれどもさあ最後に廃線跡を、はい、まあ、巡っていく上での醍醐味のようなものを聞かせていただければと思いますが、はい、よろしいでしょうか。はい、ではまあズバリ一言で言いますと、はい、宝探しですね。宝探し、はい、もう本当にあるかどうかもわからない、そういう跡をまあ必死になって探して、分かりにくいんですよ。しかも、まあ、先ほどお見せしましたけれども、分かりにくいものを必死になって探す、その見つけた時の達成感と、やっぱりあれですね、昔走ってたんだなっていうその寂しさですね。物悲しいけれども、今、例えば道路として有効に使われてたりっていう、あ、第二の人生歩んでるんだな、みたいな、そういうものも含めて、私はやっぱり廃線跡の歩くのが楽しいかなと。思います。なるほど。はい、私も今度、近場の廃線跡巡ってこようと思います、はい。どうも、今日はありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。それではまた次回お会いいたしましょう。さようなら。